はい、整体師の角谷です。今回もですね、動画ご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回なんですけども、これもね、めちゃめちゃ聞かれることなんですけど、整体院と整骨院って何が違うんですかっていうのがね、めちゃめちゃ多く聞かれますので、これ今回分かりやすくお伝えできればと思いますので、もし興味ある方とかね、今まで言ってきたけど結局あれって何やったんやろみたいなあるのであれば、ぜひ最後まで見ていっていただくと何が違うかと分かると思いますので、で最後まで見ていってください。はい、じゃあ早速ね、これ内容入っていくんですけども、もう結論から言うとですね、ショート動画でも出しましたけど、めっちゃ簡単なんですが、もうその保険が使えないのが整骨院、あ、ごめんなさい、逆です。保険が使えないのが整体院、保険が使えるのが整骨院、もうこの認識でほぼほぼ間違いないです。で、なんか他に違いあるんですかっていうね、追加でよく聞かれることもあるんですけど、なんて言うんだろうな、そもそも、まあ前の動画で出しましたけど、その保険ね、慢性に使えないのはダメなんですけど、まあそれを除いたとして話していくとすると、なんていうのかな、その、やり方とかね、その施術の方法、考え方っていうのは、本当にそこにいる方、先生によって本当に多種多様なので、でまあ、整骨院って、名乗ってたとしても、まあ僕の友達もそうですし、鍼灸整骨院でやってるんですけど、全く保険使わずに、まあマッサージしてるんかな、彼はわからないですけど、マッサージと針でやってる方もいますし、愛媛にまた同級生いるんですけど、その子は、保険を使って、怪我を治す、外傷ですね、捻挫であったり骨折脱臼とかそういうのを整復して病院に送ったりとか、でなおかつ肩こり腰痛の方には保険を使わずに実費で今までの学んだことをやって改善するってことをやってる子もいますし、でこの整体っていうものがですね、まあ今僕がやってるんですけど、まあ言えば全く保険効かないです。そもそも保険を使うことができないんですけど、ここのね、一括りにすると結構皆さん勘違いされる方がいて、整体っていうのは保険が効かないということは、無資格者がやってる、行ったらダメみたいな感じのね、認識持たれる方、すごいっていうか結構割合多いんですよ。コメントとか見てても、普通にやり取りとかしてても、やっぱりなんかこういう保険聞かへんところとかって良くないよね。保険聞けるがやっぱり安心するよね、みたいな感じで。まあ、それもね、気持ちはわからんでもないんですけど、あながち間違ってもないですし、あながち間違ってます。あながち間違ってるって日本語あってるのかわかんないですけど。で、これ何かっていうと、まあ、前の動画でもいつも散々言ってると思うんですけど、僕柔道整復師一応国家資格は持ってましたら、まあ、誰でも取れますけど、こんな猿でも取れる資格なんですけど、一応資格として持ってます。でも、保険を使わず、整骨院やろうと思えば、整骨院の開業できますけど、それを使わずに、慢性痛を取り扱うために、こういうね、来たことある方は分からないです。ほんまにマンションの一室なんですよ。なんかよく初めて来られる方、ここって言うんですけど、ここです。はい。っていうところでね、やってるんですけど、僕は国家資格を持ちながら、自費で整体のみでやってます。交通事故も取り扱わないですし、外傷も取り扱わないです。それはなぜかって言ったら、僕がそもそも、まあ、あまり見れないっていうのもありますし、まあ、いろいろ、やっぱり中に行っていく中で、整骨院で勤務していく中で、外傷を見る機会があまりなくて、やっぱり基本的には慢性痛を見る方がもう9割9分9厘やったので、それやったらこれに特化してやっていこう。じゃあ保険使ったらダメだよね。じゃあ整体をやりますっていう形でやってます。っていう方もいますし、あと他の資格で言うと理学療法士さんとかね、作業療法士さん、PT とか OT とかって呼ばれるんですけど、そういった方とかも保険を使わずにやってます。ただ彼らに関しては保険は使えないです、そもそも。なぜかって言ったら、彼らはお医者様のもと指示を受けたことをやるのが、仕事。それに対して保険が適用できるっていうだけなので、そもそも彼らが独立して、じゃあ保険使いますね、なんてことはできないんですけど、ただ、保険を使わなかったり、その理学療法をやる。理学療法っていうのは保険を使ったお医者様の指示のもとにやることなので、それがなければ理学療法ではないんですけど、理学療法じゃなくて僕らがやってるような整体、まあ、肩こりであったり腰痛よくしますよっていうのは全く問題はないです。なので、それを知らない方とかが、なんか、理学療法士とか作業療法士独立しやがって、お前らに独立権ないやろみたいに言うんですけど、いや別に勝手やからって話なので、こういう方もいらっしゃいます。で、僕の知り合いの方であれば、看護師さんね、看護師さんの免許を持ちつつ、普通にその僕らがやってるようなセミナーにも参加されて、整体されてる方もいらっしゃいます。なんで国家資格、だから、イコール、さっき言った話ですけど、その整体だから無資格、だから、危ない、みたいなことは、まあ、ないかなとは思います。でも、その、
そのおっしゃってる方といいますか、なんていうのかな、その無資格だから危ないっていうのもあながち間違いではなくてですね、結構怖いのが、別に僕は国家資格を持ってそういう現場で働いたり、整形外科でも勤務した上で経験を生かして、こういうね、マンションの一室で実費っていう形で保険に頼らずやってるんですけど、これって極論、これ見てのあなたでも、明日からちょっと整体師やりたいです。やります。じゃあここ場所借りました。整体院です。皆さん来てください。でも別に整体院なんですよ。これが、あるので、ただまあ別にこれがいいか悪いかというと、ほんまにね、ちょっと難しいラインではあるんですけども、なので僕の知り合いの方とかでも、別にそういうね、専門学校なり大学なり行かずに、なんていうのかな、まあマッサージが好きだからというか、いろんな理由はあられると思うんですけど、同じようなセミナーに参加して勉強して、整体に開業されてる方っていうのも結構知ってます。なんで、もう無資格の整体師ですね。僕らは有資格の整体師なんで、ただそこでね、どうこうっていうつもりはあんまりはないんですけど、でもやっぱりね、僕の知ってる先生方とかはそんなにね、SNS をやってない方なんで、まあ、いつら話してると、あ、いろいろ勉強されてるなとは思うんですけど、こういう SNS を見てると、やっぱり無資格の方って、やっぱり無資格なんだなって思う部分は正直あります。申し訳ないですけど。なんかやっぱり僕らって、まあ僕なんか本当に勉強したって言っても本当に授業中ほぼほぼ寝てましたけど、とはいえやっぱり国家試験受かってるっていうことは最低限の知識は頭に入ってるレベルにはなるんですけど、やっぱりそういうのをねくぐらず、それを飛び越えて、なんかセミナーでかじってきたことをやって、独自の理論作り上げてこれですとやってる人っていうのが、ちょっと SNS 見てる限りあまりにも多いかなって思うんですよね。だからそういう面で言うと、やっぱりそのね、無資格で、整体やってる、危ないっていうのは、さっき言ったあながち間違いじゃないとは思います。ただ、さっきも書かれてるように僕らみたいに国家資格、まだ国家資格持ってるから大丈夫かって言われたらそうでもないので、ちょっと難しいんですけど、ただ最低限の知識を持っていろんな現場とかで経験をした結果やってる人も今は結構多いので、整体イコール危ないではないんですけど、そうじゃないですと胸張っても言えないのがこれは現実です。で、もう一個の接骨院というのが、さっき前の動画でも言ったかもしれないですけど、その僕みたいな柔道整復師と国家資格を持った人間が働いてるとこで、結構本当に十何年前とかだと、免許持ってない学生、まあ、学生というか免許持ってない普通のマッサージ店で働いてたやつも就職しますって言って、私柔道整復師持ってますって働いてたね、クソみたいなやつとかも結構僕がいた会社とかもいましたし、終わってんなと思ったんですけど、まあ今はちょっと多分厳しくなってそういう人たちいなくなってるんですけど、なんでまあそういう人たちが今は働けないですけど、昔は言いたいような業界で、なおかつさっき言ったその保険は使えるんですけど、前の動画でも言いましたが、整骨院、柔道整復師、僕もって柔道整復師保険が使えるのは国が認めた怪我に対して使えるものなんで、肩こり腰痛とかに関しては保険は使えないので、それだけちょっと覚えておいてもらう方がいいかなと思います。はい、なんでごめんなさい、まあまあいろいろ話脱線したんで、話まとめると整体院っていうのは保険が効かないところです。ただ、保険が効かないからといって、無資格者がやってるかといったら、そうではない場合もありますし、まあ、無資格の方がやってる方も、あります。で、無資格者が必ず危ないかといったら、別に勉強してる方もいれば、やっぱり、いや、お前無資格やなっていう人もいてます。で、整骨院っていうものは保険が使えるんですけども、本来整骨院の保険が使えるのは、捻挫、打撲、座礁、骨折、脱臼、この、5つ当てるかな、5つになっているので、これを使う場合は、整骨院の保険を使って見てもらう。肩こり、腰痛、四十肩、五十肩、座骨神経痛、慢性痛に関しては基本的に保険を使わない整体に行く。これが一応正しい流れにはなってます。ただ整骨院でもさっき言ったように、怪我に対しては保険、慢性痛に関しては実費って分けてるところもありますので、そういうところは問題ないと思うんですけども、骨盤矯正しましょう、姿勢良くしていきましょう、毎回500円払ってくださいっていうところは、僕は全くお勧めしないとか、そもそも程度の低いところなんであんまりお勧めしないです。はい、一応これが、整体と整骨院の大きく違いになってますので、もしよかったら参考にしてみてください。では今回もですね、動画をご覧いただきまして本当にありがとうございました。